4月17日から5月5日までやってはいけないこと。来週4月17日から春土用が始まります。土用というと夏の丑の日にうなぎを食べるというイメージを持っている方が多いと思いますが、この土用というのは年に4回あって、これは春から夏、夏から秋など季節から季節へと移り変わる際の調整期間になります。この土用の調整期間というのは心身ともに不調が出たり運気も不安定になりやすいので、この期間には次の3つのことを避けた方がいいと言われておりますので、ぜひ気をつけてみてくださいね。1つ目は土を動かすこと。土用の土というのは土を表しておりますので、土を動かすということは厳禁とされています。ガーデニングや観葉植物の植え替え、地鎮祭や家の基礎工事などをこの土用の期間に新しくスタートするのは NG とされています。ただ農業をしている方などどうしても土を動かさなければいけないお仕事をされている方はグローブなどをして対処してみてくださいね。2つ目は新しく始めること。土用の期間は不安定になりやすい時なので、不安定になりやすい時期に新しく何かを始めるというのは避けた方がいいと言われています。恋愛面で言うならば結婚や結納、新しくお付き合いをスタートさせること、そして開店や開業などお仕事を新しく始めるということもこの期間にスタートするのは避けた方がおすすめです。3つ目は場所を動かすこと。土用の期間中に移動するというのは昔から避けた方がいいと言われています。そのため就職や転職、新居の購入、引っ越しなど、そして旅行なども避けた方がいいと言われています。そうは言ってもこの土用の期間が18日間あるので、どうしても何か始めなければいけない、旅行などもゴールデンウィークが入っておりますので、旅行に行きたいなどということもあるかと思います。その際は麻痺と言われているこの土用の期間でも活動をしても大丈夫と言われている休載期間がありますので、この日を活用してみるとよろしいかと思います。今回の春土用の麻痺は4月18日、21日、29日、30日、5月の3日となります。さらに4月20日のお羊座の新月は超開運日になっております。この日も麻痺と同じように考えていただいて大丈夫です。この土用の期間というのは自分自身心身ともに調整をしてさらに飛躍するタイミングになっておりますので、ゆっくりと休んで開運をしていきましょう。春土用を上手に活かして運気上げ上げでいきましょう。